終わり。でも倒しちゃってよかったの？構わないさ、方角が割り出せればそれでいい。この食人家が来たのは南の通路から。ああ、階層南方を中心に洗い直そう。通路が密集する場所でまた魔力を解放しておびき寄せる。まったく人使いが荒い。私のマインドも無限にあるわけではないぞ。悪いと思ってるし、力技なのは理解しているさ。リベリア、本当にクッキーの一つや二つ焼くから許してくれ。広大な階層の中で複数のエリアをまたいで大規模な魔力を発散できるのは君くらいしかいないからね。あは、可能なのはもう一人いるかな。君が教育していて、ロキにバカ魔力なんて呼ばれる魔導士が。レフィーアさん、どうしたんですか？細長い耳をピンと立てて。少し黙っていてください。あとどこ見てるんですか、ハレンチウサギ。耳しか見てないのに。遠いけど今のは間違いない。リベリア様の魔力、レアラーバテイン発動はしていない。マジックサークルを展開しただけ。リベリア様もこの階層にいて何かを探している。もしかして目的は私たちと一緒。正直状況は全然分かってないですけど、こんな時こそ大木の心を。事態を俯瞰して私が何をするべきか見極める。相手がモンスターなら人をさらうなんて可能性は低い。そして誘拐犯が人だと仮定すれば、人通りの多い正規ルートは避けるはず。だとすれば痕跡が残っているとしたら冒険者があまり通らない場所。私はそう考えますが、どう思いますか？え？あ、はい。私もそう思います。なら、怪しそうなエリアを教えてください。あなたは、私たちよりダンジョンに詳しいですよね。レフィーアさん、レイさんの正体に気づいて。いくら人に変装していたってわかります。いろいろありましたからね。あなたは以前クノッサスでアリシアさんを助けてくださった方ですね。言わなくても結構です。たとえあなたが人でなくても、私が私の意志であなたを信用します。捜索続けましょう。地上で暴れた武装したモンスターの一件なんか忘れて。レフィーアさん、なんですかその顔は。言っておきますけど、私も団長と同じで慣れ合いはしません。あなたたちヘスティアファミリアと違って。ただ今は協力する方が効率的なだけ、それだけです。ほら行きましょう。仲間が心配なんでしょ。早く見つけ出します。透明な方ですね。そして義理堅い。
はい、僕なんかより頭が良くて勇気があって、変な言い方ですけど本当にエルフらしい人です。あのような方がいれば人と我々の融和も成し遂げられる。そう思うのは私の思い込みに過ぎず、ただの高望みでしょうか。そんなことはありません。思うだけじゃ何も変わらないかもしれないけど、レフィアさんみたいな人がいるなら何かが変わる。できることが見つけられる。それに僕だってウィーネと約束しましたから、いつかまた一緒に地上で暮らそうって。ベイさん、何二人で見つめ合ってるんですか。協力するって言ってるんですから早くしてください。はい、行きましょう。レイさん、冒険者が通らない一帯となると複数ありますが、まずはこの辺りでしょうか。正規ルートから外れた階層の南西端、パントリーも存在しませんし、確かに冒険者もモンスターも寄りつくことはなさそうですね。さてどうしますか。方針を打ち出したとはいえ手がかりはないに等しい。リベリア様が何を探していたのかは分かりませんけど、私もサモンバーストで周囲の広域探知をするべきか。今の声って声？ベルクラネル、あなた何を言って。たちを惑わす怖く的で破滅的な匂いが。ミャーたちの鼻はごまかせないにゃ。この先にチョコがあるにゃ。行くにゃクロエ、さっきの美味しいチョコまたゲットにゃ。アーニャさん、クロエさん、チョコってどういうことだろう。実はウィーネたちが里でチョコを作って冒険者の皆さんに配り回っていた事件がありまして。何やっちゃってるんですか。まさかリリたちもそれでダンジョンに。追います。え、ダンジョンでチョコの匂いなんてそうそうあるわけありません。そこで獣人がチョコの匂いを嗅ぎ取ったって言うんなら。もしかしてそこにウィーネたちが。ええ、行きますよ。Thank you.